はいはい。ん？わし？猫？どうした？ん？何どうした？何時って？じゃなくて。こんばんは。こんばんは。どう？う？み？もう一回。みゃ、動脈、動脈ピース？動脈ピースを覚えたの？こんばんは。アルティスタドットコム、略してアルドコー。誰もいないってそっち。痛い痛い痛い、刺さってる刺さってる。イベント担当ガラさんです。そして準レギュラーの猫影です。こんばんは。今あれだね、若い子の間で流行ってる動脈ピースを覚えてやってみたのね。覚えたけど何それ。こうやってやるやつ。それを動脈ピース。そうだけど猫やったらもうな、な、何やって、アインしてんの。全然わかんなかった、ごめんごめんごめん。失礼いたしました。ね、埋もってるからね、わかんないよね。というわけで本日は猫影と共にお届けしてまいります。いて、そう、今日の背景は、来週の月曜日で一時閉店とさせていただきます。工房アルティスタ現購買部のオープンの時のお写真でございます。オープンの時のお写真です。つぶきびさんいますね。つぶきびタイツマンさんがこちらにいらっしゃいますね。土方くんがちょっとチャラめな時でございます。オープン当初来てくださってた方、懐かしいお写真じゃないでしょうか。はい、で、まずは今週の報告。11月の26日土曜日にですね、ギス君のお誕生日をお祝いする配信、 YouTube 配信を行いました。こちら工房アルティスタ、工房アルティスタの公式 YouTube チャンネルでアーカイブが残っておりますので、ぜひそちらからご覧いただければと思います。どうした、ケーキ当たってないの。呼ばれた、呼ばれたでしょ。足りないって言われたの。ギス君とまったりね、皆さんと一緒にお話をしていただくような配信となっておりまして、その様子がね YouTube に残っております。もしかしたらトップだとちょっと分かりにくいかもしれない、ライブみたいなところから見るのかな。パソコンとスマホだとまた見方違うかもしれないですけど、あ、土方くんだ、こんばんは、こんばんは。ぜひぜひ、あの、何度でも見返せますので YouTube 配信ぜひ見てみてください。で、その翌日11月の27日はギス君のお誕生日をお祝いする、パーティー、プチパーティーですね、購買部でみんなで、なんだろう、
じゃんけん大会やったりとか、あとケーキのお披露目をしたり、ね、なんかしたんですよ。でケーキのお披露目会した時にね、その様子をツイキャスでちょっと落ち着いてその様子をあのツイキャスで配信したんですけど、そのアカウント竹内さんのアカウントだったんですね。そうです ね竹内さんのアカウントから見れますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。ケーキ美味しかったよ。チョコレートケーキだったんだ。ん、チョコレートケーキだったの。美味しかった。いた美味しかったな。でお写真とかもね、あの公式のツイッターと、あとジンくんもツイッターでアップしてくれてたと思いますので、痛い痛い、蹴んないで、今蹴ったしょC じゃなくて、ぜひそちらも、ちょっと竹内さんのツイッターアカウントからになるんですけど、公式の方でもあのリンク貼ってますので、ぜひ見てみてください。チョコクリームこぼさなかったよ。大丈夫だったよ。猫かげ、猫かげ、冷蔵庫にまだお菓子入ってるから、キスくんに言ってもらっといて、後でね。よし、よし、今じゃないよし来たじゃなくてさ、今終わった後ね、みんな猫影来るの待ってたから、きっとね、猫影のファンのみんなが待ってるからね。そわそわしちゃって、はい。でですね、新しい今週の報告についてはこんな感じかな。いるでしょあ、ちゃんと、うん、ギス君のお顔が溶ける前に食べました。大丈夫でした。で、次に新しいお知らせですね、来たる11月29日明日ギス君のお誕生日当日となりますね。はい、改めておめでとうギス君。皆様のたくさんお祝いしてくださったかと思いますが、改めて当日は、まあ、明日になりますのでね、ぜひ猫影背景の写真のおかげで分身してるみたいでかっこいいってよ。かっこいいとまで言われてないかもしれないけど、分身できてるって褒められてるよ。で、何の話してたっけ。猫影のことミス忘れちゃった。ああそうそう、ギス君のねカタログができましたよ。こちらです。ドン。あ、猫かぶったなんで隠れるの。じゃじゃーんはい、ギス君お誕生日くじ発売は11月29日明日火曜日の夜9時から。お誕生日のくじの発売は夜9時からでございます。でこちら特賞にはギス君ロボット掃除機が当たります。ほんとね、これぐらいのサイズだったかな、見えないね、これぐらいのサイズ感だったかな。上にねギス君のイラストがプリントされてますね。あとはあの空き缶つぶし機とか、ギス君がいつも出荷で使っている出荷係の荷台、まあ俗に言う台車ってやつですかね、のミニチュア、これはフィギュアとかと一緒に並べると可愛いよ。あとはティッシュボックスケース、これもめちゃめちゃ使い勝手いいやつですね。ん？何？何の話？これ？ミニチュア。ああ、猫影のぬいぐるみを乗せたら可愛いよと。猫影のぬいぐるみを買うところからしなきゃいけないね、じゃあね。ぜひゲットしてもらってだね。で、
次は、あ、白状、9時の、はい、え、何？お掃除ロボットについてなんだけど、お、なんだろう、なんか変わった？プログラミングができるタイプで、ルンバさんみたいにね、あ、はい、なんて言うんでしょう、優れものではないので、うん、まあ、くじの景品ということで、うん、ちょっとね、一手間必要なタイプなんですよ。あ、なるほど。スイッチポチでやれるわけ、ポチで自動的に動いてくれるような感じじゃなくて、あ、なるほど、ご自身のお部屋に合わせてプログラムを組むことで、うーん、動きをコントロールすることができるんですよね。なるほど、はい、それは取扱説明書に、はい、設定方法が記載されておりますので、はい、ぜひそういった部分も楽しんで、楽しんで、そうね、はい、いただければと思います、はい、楽しみながら使っていただいて、はい、というものですね、はい。あとは猫影の食べこぼしもお掃除できる卓上ハキハキブラシ、今ロボットになっちゃった、猫、猫型ロボットじゃん。話変わっちゃった。でででででで。何出したの？たい焼きって。はい、進めるよ。続きまして、ギス君のお顔ピンズ、ピンバッジとブロマイドのセット。ブロマイドはギス君のお写真。どれか当たります。写真はね、確か5種類ぐらいがあったかな、ランダムとなっております。そして缶バッジセット、 57mm のサイズが2個セットになっています。これもすごく可愛いよ。何が当たるかお楽しみ。1回税込み770円、どの景品が当たってもコンパクト料金の送料設定となっております。お一人様、1会計10回までの上限とさせていただいておりますので、ご了承ください。よろしい？ここまでよろしい？はい、じゃあ次行きますよ。はーい、次はよいしょ、あー、大事な話だ、こっから猫影。猫影大事な話だよ。12月5日が購買部の今のこのね、この後ろのお写真の場所での営業は12月5日月曜日が最終日となります。でその購買部最終日に合わせての企画をご用意しております。よいしょ、これを見せようかな。じゃあ12月の2日から5日までの3日間ですね。おいしょ、来い、あ、来た、見える見える、購買部で1点でもお買い上げいただきますと、こちらの購買部ありがとう購買部メッセージカード、こちらを絵柄ランダムでプレゼントさせていただきます。で、こちらなんですけど、購買部での営業を感謝する気持ちを込めて配布させていただくので、12月の2日から5日までの3日間となります。で、購買部この期間行けないよ、あんなに行ってたのにって方もいらっしゃると思います。電脳購買部でのお買い上げ、12月2日の11時から、12月5日の19時までにご注文いただけたお客様には電脳購買部での配布も行わせていただきます。ので、あ、ピンポイントでここ行けないっていう方も、もしよかったらね、ポチッとしていただけますと、していただけますと。中谷さん、あれ、これ知らなかった？おいおいって言ってるよ。あれ、知らなかった？かわいいでしょ。え、そうですよ。
あのマウノスケさんイラスト、これはのもちろん土方くんとかもいますからね。個人的にね、ここのはい、トウキビおばさんもおすすめ。いっぱいいろんなキャラさんがいます。はい、とジンくんでしょ。あとテレビ東さんからも来ました。あともう一種類、後藤真希恵さんからも、メッセージをいただける予定となっておりますので。いや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 、違いますよ、配るやつですよ社長知らなかったのあの注文というか、もうお買い上げいただければこれをランダムでお付けしますので、何がついてくるかはお楽しみとなりますので4種類をランダムでお渡しさせていただきます。12月2日から5日まで、改めて細かい日程はご案内させていただきます。1点でもお買い上げいただけましたらプレゼントです。で、合わせてありがとう購買部があるならいらっしゃいませ購買部があってもいいじゃないということで、絵柄変わりましていらっしゃいませ購買部も、今後配布予定をしております。でもそちらは、購買部来ていただいたお客様への配布となりますので、また改めてそちらはご案内しますね。猫ほら、猫ほらいるよ、ここに超目立つところにちゃんと猫影もいるよ、ほら土方くんの隣だね、かっこいいじゃん、キリッとしてるよあれ可愛いがよかった、あーそういうことね、見た見たじゃなくて、いらっしゃいませの絵柄じゃなくて、そうでしょ、でもそれはまた改めてご案内します。楽しみだねはい、はい、という感じでございます。で、年末年始のお話をいたします。年末年始っていうか、まあ、これからの購買部など の, お, あのお知らせですね。新商品ない予定ない、うん、はい、12月の10日から、先ほどもご案内しましたが、12月の10日から、工房アルティスタ購買部札幌テレビ塔1階に拠点を移動いたしまして、営業、移転営業オープンとさせていただきます。いやー、テレビ塔にお店出すんだってすごくないね、竹内さんね、えまさかそんなこと言うなんてねあのテレビ塔さん商店っていうね、本当にあの短い期間でしたけど、あれも、うん、イベントとして出店もしてましたが、今回は工房アルティスタの購買部としてあちらにオープンさせていただくこととなりました。で、12月10日オープンで、一応営業時間がですね、朝10時から18時までを予定しております。今後 の, あのイベントとかあの状況によって、変動する場合がございますので、そちらはあの随時イベントスケジュールなどを見ていただいてご確認いただければと思います。で、12月ですね、クリスマスがあるね。12月の24、25って土日なんですよ。12月の24日土曜日に、お昼12時から2階の、お部屋をお借りしまして、まあ、ちょっとしたイベントをやろうかなと思っております。そのイベントというのが、12月24日クリスマスイベント、札幌テレビ塔2階の、お部屋を借りてイベントを行います。お昼12時から。まず企画1個目、ビンゴ大会やります。久しぶり久しぶりビンゴ大会。あ、そうだ、土方くん12月24日来れるんだよね、聞いた？12月24日来れる
って聞いてた気がする。これるよね、24日だったはず。というわけで土方くんも来てくれるはず。ビンゴ大会の景品って竹内さん、さっきの確定でいいんですか？悩み中。あもう忘れてる。まあ、まず、まあ、クリスマスグッズが当たったりとかね。あ思い出したよ。うん。うん。やる？どうなの？それ皆さんご意見欲しいな。あ、土方くん24日参戦予定であります。ありがとう。ということで土方くんにも会えます。ビンゴの景品ってことですね。ビンゴの景品で、そう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 。はい。ビンゴの景品で、いつもうちのキャラさんたちお誕生日の時にこうプリントした可愛いケーキ作って皆さんにお披露目してると思うんですけど、それのクリスマスバージョンみたいなのをビンゴになった方お一人にプレゼントするのはどうかなと思って考えてたんですけど。当たったら嬉しい？困る？困る？わしは嬉しいよね。ね。わしは嬉しいよな。そうだよな。どう？皆さん。そういうのって嬉しいの？ケーキ、すごい。嬉しい。あ、シオが反応してる。クリスマスケーキ予約しないでおくね。やばいやばいやばい。これ一か八か、一か八かなんだよ。シホちゃん嬉しいだろうさ、そりゃそうだろうさ。でビンゴの時の景品のね、選び方っていうのはビンゴになった人から順番に景品を選べるような形になっているので、あ、私ケーキ予約しちゃったんでもらえないですっていう人はケーキ以外の景品ももちろんご用意してますので、好きなものを選べ、そう好きなものを選べばいい、うん、ケーキを選ばないなんてない。猫はそうだよね。そうだよね。で一番それでもいや私は持って帰れます、食べれますっていう人はケーキを選んでいただいて持って帰ってもらうみたいな。本日中にお召し上がりくださいのやつですね。順番でケーキの大きさ上がるとか、あーごめんなさい、一番小さいサイズ、うちらがいつも頼んでるこのサイズの、このサイズのケーキが1名です、これ1個です。それ以外ももちろんクリスマスにぴったりなグッズ、このために作るグッズをご用意してお待ちしていたいなと思っておりますので、皆さんにぜひ参加していただきたい。作るの？作ってあげようか、私が猫影にケーキ一緒に？マジで？絶対無理だよ。そうです、可愛いプリントのやつです。北海道は寒そう、北海道は寒そうって思うじゃないですか。聞いてください、工房アルティスタ購買部はですね、札幌テレビ塔に場所を移動させるんですね。札幌テレビ塔っていうのは新千歳空港から JR で札幌駅まで行きまして、札幌駅から、大通駅まで例えば地下鉄に乗ったもしくは地下歩道を歩いて、そこから、そのまま歩いて大通駅から5分ほどで、5分10分弱地下の中を通ったまま会場に行くことができるんです。外に出なくていい。寒くない。そう、バスで行こうと思うとバス1本でも行けます、大通りだったら。すごい。外歩かなくていいよ。雪用の靴持ってない、どうしようって不安になっても大丈夫だって、外出なくていいんだもん。めっちゃ面白い、若干東京に近くなりましただって。その考えなかった。3、はい、ビンゴ大会の後帰るまでケーキ預かってもらえますか。冷蔵庫あります、預かれます。忘れないで持って帰ってくれれば大丈夫。
あの忘れて帰ったらこいつが食べますだから絶対忘れないで持って帰ってください。よろしくお願いします。預かることは可能です、イベント中とかねそこは安心してください、勝手に取らないで。でそれ以外にもあのいろいろと、その会場で楽しめるイベントとか、会場以外でも購買部の方でもね、楽しめるイベントとかを今いろいろ考えておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいです。参加人数は制限あるんですか？ないんじゃない？今のところない。今のところない。今のところないです。あのビンゴカード1枚500円で販売させていただきますので、必ず皆さんに何かプレゼントは当たるようなイベントとなっております。上位何名までっていうのが、そのケーキとかあのなんていうの、景品のために新しく作ったものがもらえるよみたいなことがあったりすると思いますので、何が当たるかまた決まったらご案内はしますが、さっき考えてたやつだけでも結構楽しいの作れそうでしたよね。靴下とか、そう靴下とか、あとなんだっけ、あセットのやつとかね、うん、セットのやつとか、あとはあーそうね、え靴下私すごい気になるの。何が当たるかお楽しみに。景品ができたらどんどん発表していくね。ぜひ12月24日12時に札幌テレビ塔にお集まりください。はい、よろしくお願いします。出荷靴下さ、出荷靴下、はい、ワンポイントとさ、うん、全面に出荷いや怖い夢に出そうだから出荷って書いてワンポイントがあったんじゃないですか、もう一個。ああ2箇所、うん、それか、うん、出荷中って書いていっぱい書けるの。靴下にねプレゼントいっぱい入ってるといいね猫影のはあるかな、だって猫影出番あるのって言われてるよそれはわからないです、まだどうかな出番あるといいね。はい、12月24日ぜひ、札幌テレビ塔に移動しました購買部に遊びに来てください。そして12月の、12月の次の話で言うと、まあ、30日もちょっとねイベントを用意しております。年末にはなりますが、年末年始といえば、え、あそうだね、あえとか言っちゃったそうですね、うん、年末年始といえばな企画も年末も年始も考えておりますので、日付は言っていいんじゃないですか。そう、12月30まず、うんうん、12月30にテレビ塔で何かやります、うん、そして初売りもう言っちゃう、はい、初売りは1月の2日テレビ塔で電脳もあります。内容は追ってご案内しますが、一応そこまで、とにかくやりますよと、やりますよあのお店購買部じゃなくなったからやらなくなるの、キャラ出なくなるのって思わないでね、やるよやったるぞ。正月休みを1月1日、うん、おしるこはないです。あら残念残念初売り1月2日って早いの、世間的に今ってそんなもんじゃないの。まあ、2日だったり3日だったり、ああそうだよね、場合によってはね元旦っていうところもあるのかもしれないですけど、
最近でも元旦減りましたよね。みんな休むようになりましたよね。おしるこないの残念ね。おしるこね大好きだね、みんなね。あそこの社長、あの社員だけとかダメですかね。あ、おしるこまかない振る舞えないんだったらまかないどうですか。あのあんこが食べたいよえ、どういうとこ、どういうこと。早いところは年末から初売りだって。どういうこと初売りとは年末から初売りえあ、猫影降ってきた、ありがとうございます。わー、まきびしみたいになってるあ、そう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 、わざわざてっちゃんさん、ありがとうございます。まきびしいただきましたかわいい免許改伝猫影だね。あ、こういうのはあのカン君のあのお掃除のやつで吐いていただいてとりあえずそこまでですかね、この先の予定としては。うん、まずは12月5日まで現在の場所での、てか次の放送がもう12月5日だ。おお、ツイキャス、はい、今後ツイキャスの日程とかか変わらないでいっか、別に変わらないでいこうと思えばいけますよね。要調整ですね、そこは。12月に入ってからは、はい、12月5日はまず普通にできるか、5日ね、うん、で12月5日は通常通り放送を予定と、最終日の後だね。皆さんとぜひ、お店でね、移転前こちらのお店で会えるのを楽しみにしています。ご質問が、はい、タッパーテレビと移転するんですね、営業&営業時間、営業時間教えてください、ありがとうございます。ですね、営業日は、基本、札幌テレビ塔の営業日に準ずる形で営業させていただきます。なので、発表されている時点で休みが今のところないので、1月1日以外は、はい、営業予定となっております。で、営業時間は朝10時から18時までを予定しております。イベントなどに伴って営業日が変わるシーズンとかがある可能性もありますが、そちらは、都度ご案内をさせていただきますので、ぜひホームページなどをご確認いただければと思います。出店期間も、あ、出店期間はですね、12月の10日から3月31日までとなっております。はい、2023年3月31日までですね年数ね、はい、そうですね、年が変わってますね、はい、2022年12月10日から2023年3月31日まで、札幌テレビと1階にて、購買部営業いたしますので、よろしくお願いします。ご来店お待ちしております。猫の日、あ、あるね。何曜日だろうね、調べときな。登場できるの、いや、ちょっと怖いこと言わないでくださいよ、長谷さん。どうしようね本当に怖いねえ、春からどうしましょうか。急に車で売り始めたりとかして移動販売、移動販売というわけで30分超えたので、最後に質問ございますでしょうか。質問答えていただきありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます。痛い、ちょっとごめんごめん。はい、何ですか。おしるこわしの分ありますかって、なあたいさん、おしるこ猫影に作ってあげてください。キャラさんの年賀状の送り先は今まで通りアーティストさんでいいのでしょうか。ありがとうございます。送っていただく際には、そう、こちらまで変わらずこちらは店舗はやってませんが、事務所としてあと制作として稼働しておりますので、こちらにお送りいただければと思います。コボアーティスタ購買部の今の住所である南2条東2丁目のポリオビルの住所ですね、こちらにお送りいただければと思います。
土方くんクリアファイル猫入りが被りましたが、うちに来たかったんですか。羨ましい。私も欲しいんですよそれ。猫ちゃん行っちゃった。昨日それが欲しくて買った方が違うデザインで4種類かぶ 4枚かぶってましたよ。猫影がいるやつ出ないって言って中継で。あ、呼んだって、あ、来ちゃった来ちゃった。4枚かぶりおめでとうございます。面白かったあれ。しかもあの表紙になってるさ、沖田くんのやつあんじゃん、毎回あれ出てくる。開けるたびに。おもろかった。お腹抱えて笑っちゃったもん。あとは質問など大丈夫でしょうか。あ、そうか、福袋がもう発売してるからもう初売り扱いになってるってことね。なるほどなるほど。ストレートコンプしてる人いる、すこ。ラーメン？何？ストレートコンプ？何の話？あ、年越しそば？年越しそば？はありますかって。年越しそばありますか？誰に聞いてんのあなたは。年越しそば食べたければ食べてください。作ってもらいな。誰が作ってくれるかな、果たして。みんなにお願いすんじゃないよ。みんなお家のご飯作るのでいっぱいいっぱいだから。あ、地下が蕎麦屋、そうだよね、そうだね、地下が蕎麦屋、大判があるよ。みんな大好き大判があるよ。ぜひあの新しい購買部に来た方は、下に美味しいお蕎麦屋さんもラーメン屋さんもありますんでね、テレビ塔地下にはね。食べたいのある？あとニークラ屋さんもあるからね、お団子も食べれるよ、最高だね。というわけで今週の放送は、お、こんばんもいしてくれてた、こんばんもい。ちょっと今日はあの移転後のイベントのお話とかねをしておりましたので、12月24日はクリスマスイベントを、テレビ塔の2階でやるんで、ぜひお昼12時来てください、待ってます。あとは大丈夫そうかな。で次回の放送は12月の5日17時19時半を予定しておりますので、またぜひ来週もお会いいたしましょう。これ私から猫影へのお土産のゆずちゃんのアクスタ、かわいいしょ、これつけな、ここにお気に入りにゆずちゃんと一緒に、これ見せるためにここ置いといた。あ、ありがとうございます竹内さん、こういうこと言ってたんだった。これを言おう。コピペした。というわけで来週からもう12月です、というかもう今週から12月です。皆さんまた来週お会いいたしましょう。そして購買部のあの5日までのイベントの予定とかも出てますので、よろしくお願いします。また来週、バイバイ。ゆずちゃん購買部来てほしい、バイバイ。